おはようございます。西田渉です。4月の23日、22日月曜日、いかがお過ごしでしょうか当日収録しております。実は、ちょっといろいろやっておりましたら、てっぺんをまたいでしまい、今、4月22日12時20分でございまして、なので当日収録でございます。最近、な、まあ、い,いや、いや、なんかドリキンさんとか石井さんとかと結構サブチャン撮ることが多かったので、前日収録をしておりますっていうのを、 あの2人すごい大好きで <laughs>、なんかそういう感じだったのなんか当日出力しています。えー、っとですね、まずは、えー、写真展、レース形、本当に多くの方にご来場いただきありがとうございます。まだ引き続き展示は続くんですけども、我々の在留期間が終わったということで、あのー、ひとまずは、まあ一段落というわけじゃないですけども、なんていうのかな、まずお祭りは終わったみたいな感覚でよろしいでしょうか。皆様との 本当に昨日とかもどれぐらい人にお越しいただいたんだろう結構広いスペースなんですけども展示スペースはずーっと人がお越しいただいて多分昨日僕の感覚だと僕カラブ関観戦の最終日とかだいたい600700名ぐらい来ていただくんですけども結構え,えぐい人の波なんですよねだから多分昨日の雰囲気だと流れることも考えてビジターの方も いらっっしゃったことを考えるぶん1日だけで1000人ぐらいお越しいただいてるような感覚が4桁いってんじゃないかなっていう。なのであの感覚今日がまあマックス1000人で土曜日が800で先週の土曜日もえ800日曜日800その前600みたいな感じでまあでもざっと見積もると延べで5000人は。 間違いいいいななくお越しいただててるなっていうそんな感じですかねその間にね計11日、えー、我々が在労していたと当たり前ですが5月26までやりますからねおそらくはかなり多くの方にこれからもお越しいただけるのではないでしょうかねなんかまた、ね、企画とか考え思いついたらやりたいなと思いますけどもね何かまた会いたいですか <laughs> なんつって、えー、っていう感じですね、えー ままだまだだこ、えー、こちらあそうだあとは、ね、これなんですよ写真集が、えー、今回ねあのどうしても来ることができないと、まあ、東京原宿とはいえ、ね、東京関東近郊に住んでいる方だけじゃないのでこちらの写真集の、えー、オンライン EC 販売もスタートしておりますので富山にあります山田写真製版所さんから印刷していただきそのまま産地直送山田写真製版所さんが EC サイトを運営してくださっておりまして、えー、三直で皆様に写真集をお届けしますので、何とぞ、えー、LSK の、ね、フレーバーを感じることによって、皆様が住んでいる地域がまさに皆様、非常に価値のある場所であると、そこに気づいていただき、フォトウォークをしていただき、よく、東京はいろいろな珍しい景色があっていいですよねとかっていう方もいらっしゃいますが、いえいえと、あなたの住んでいるエリアもですね、えー、非常に えー、あなた以外の人から見たら非常に珍しい景色でございますと。なのでそういう風に捉えて写真活動に勤しんでいただきますと非常に素晴らしい結果がそして素晴らしいフォトライフが送れるということでそういった意味でもこちら、えー、我々のねこの、えー、フォトオブデイワンデイツぜひお買い求めいただきおじさんがおじさんを撮影して何が悪いみたいな <laughs> そんな感じも最初は我々もびっくりしましたけどねあの10メートルあるね印刷機から おじさん、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 おじさんって、すられてくるのを見たときに、さすがの EC プロデューサーも、西田さん、これは写真集ではなく、フォトをくうりましょうっていうね。確かにっていう。まあ、その結果ね、多くの方にご共感いただけているのではないでしょうか。え、おかげさまで EC も金曜日からスタートして、今日が月曜日ではございますが、え、今日4日目、あの、本当にありがとうございます。爆売れでございますので、お早めに。もうワン、デイワン結構、 危ない説を山田写真製繁所さんからいただいておりますので、えー、お早めにクリックした方が間違いないかなと。まあ、この LSK は一つの今回、まあ、ちょっとした現象になっているのかなっていう感覚がありまして、まあ、それこそハービー山口さんにお越しいただいたりですとか、その他、著名、えー、フォトグラファーの方がご覧になって、えー、来ていただいたり、昨日あの久しぶりにのんちゃん、もろのんさんが来ていただいたりですとか、それこそ実を言うとね、 瀬戸康史さんとかもお越しいただいてたりとかいやまあそれはそれは著名な方々がこっそり来ているっていうすごいですよねこれが多分 LSK っていうのがですねあと和也さんですよそれこそ和也さんなんて昨日打ち上げでそれこそ楽しすぎて楽しすぎてって言いますか、まあ、我々話盛り上がりすぎて、えー、宇都宮に帰る帰れなくなったっていうそして大宮までとりあえず行って寝カフェに泊まるっていう。 なかなかの <laughs> ハ,ハードな <laughs> 東京ライフをさせてしまったと言いますかねなんて言いますかカズさんもお疲れ様でした当。とでも楽しかったって言っていただいてカズさんのサブチャンネルでもねこちらの写真集紹介していただいたりそれこそカズさんもライカ買ってまあライカで撮影はするんですけど我々のねプリント作品を見た時にプリントめちゃくちゃ美しいですねって言っていただき本当嬉しいですよね。でさらには えー、私の作品もね、2点お買い求めいただきまして、ありがとうございます。で、さらには、今回は石井さんがエースでしたね。バンバン売れる。石井さん、何点売れたんだろう。2、3、4、5。五点売れてんじゃないて、6点ぐらい売れてるはず、石井さん。尋常じゃないですよ。で、さらには、えー、ドリキンさん売れたっていう。ドリキンさん、あの、今、やっとサンフランシスコ着いたかな。まあ、昨日、お戻りだったんですけど、 あと10分で会場出なきゃいけないっていう時に最後奇跡的にご購入いただき、あまりの感激のあまりね、あの、これ冗談塾ね、ちょっと、か、顔、あの、上記してというか、ちょっとメガネ曇ってらっしゃいましたね。あと、カズさんも、お戻りになる30分ぐらい前かな、戻る30分ぐらい前に、えー、ご購入いただいてね、プリント。カズさんもね、やっぱ、胸が熱くなったっておっしゃってましたね、本当に。いやはや、何か、 あのまあ、僕はこれからね「ゲイズボリューム1 0だったり、えー、それこそあのパリホットへ向けてね一人でチャレンジしていくんですけども改めてこの LSK っていうメンバーというか仲間ですね本当に仲間だなぁと思って自分らができる範囲できる限りで全力でみんな頑張って、えー、このね素晴らしいこの。 写真を愛する人たちの渦を作り上げていくこの感じっていうしかもなのでこれがうんなんか何か一つの皆様へ今後ね写真ってこんな素晴らしい素晴らしいっていうのはまあ大げさだななんか楽しいんだよとか本当にもう常に笑ってられるようなカメラやカメラを買い写真を撮ることによってずっと笑っていられるような環境の提案 っていうのがもう一つ LSK でメンバーが誰々とかっていうのを飛び越えて本当に LSK っていう概念なんか LSK って聞いた瞬間にわっ楽しそうっていうそういうぐらいシンクロするぐらいね我々もまあずっとやるわけじゃないですけどみんなそれぞれがあるからね僕もそれこそ次はゲイズえそしてパリフォトっていうふうになりますがですが LSK っていうのはやろうってなった瞬間に今回みたいにガチャッとえ強い絆で結びついて一気に渦を作り上げるような それぞれがみんな頑張ってるからこそ一気に集まった時には強いパワーを発揮するというこういう何か面白いプロジェクトになったなと思いますので何とぞ写真集 LSK もこの息吹を感じていただくためにもね是非オンラインでお買い求めいただけたらと思います EC サイト貼っておりますのでそちらからあの概要欄のね EC サイトから是非お買い求めいただけたら嬉しいかなと思っていますで今日ライカさんもうこれ以上散在させないでくださいというお話 M11D、ね、の ABCDM11D の D の由来は何なんだってドイツ語で何々っていう噂はんかって聞いたんですけどもう全然覚えてなくてなんか単語だったんですよねなんだっけ史上,史上のとか思考のとかだったかな,なんかじょよ,よくわからないんですけどまあいろんな噂はあるらしいんですが要はこれ M11 ね普通 M11 とかのカメラ M11P もそうですけどカシャっと撮ってこう背面モニターがこうあるわけですよね こういう感じで。ハイメモリではある。要は撮った画像が見れるわけですよ。M11 モノクロもね。ですが、M11D になりますと、ハイメモリではないんですよね。でも、デジカメなの。じゃあ、ロート JPEG どうやって変えるのってなったら、えー、多分なんですけど、これ、あの、ライカフォトスでつないで、見ると。変えると。っていう感じになると思うんですが。だから、一回設定したら、もうほぼ変,変化させない。だから、電源を入れ、 まあ、えっ、ー、と,し、まあえーとなん、ロス調整があり、シャッタースピード、絞りがあるいう。それで押すだけ。撮ったものは見えない。まあ、最高は最高ですよね。なかなか面白いなっていう。いや、買うよねっていう。<laughs> うん。さすがに買いますよね。皆さんも。皆さんも買いますでしょう。M11D。えー、多分ですが、M11 モノクロームや、M11 より高い。 なるででしょう今度はですね、M、あの M11 モノクロームがクレイジーなカメラって言われてますよね。要はカラー写真が撮れないのに M11 より高い。で今度はカラー写真は撮れますと M11D はね。だけど撮った写真が見れませんっていうカメラ。あの要はまあフィルムのカメラみたいなもんなんですけど一応デジタルデータっていうね。まあ。 だから、えっ、ー、と、要は、背面モニター使うわけもいかないから、ノーファインダーかレンジで、パシャパシャと撮っていくっていうぐらいですかね。で、撮れたのは、まあ、後でチェック。戻ってきて SD カードから出してチェックっていう。吸い出して。あとはライカーフォトスですぐ。確かに、ね、確かに接続は爆速だと思うんですよね。速攻つ繋いですぐ見れるっていう。なので、まあ、でも見ないですよね。やるんだったら。だったら、見るぐらいだったら、M11 とか M11 モノクロンを持っていけばいいんで。なんで、次の体験は、 えー、撮って画像が見れないっていうこのフェーズに m 1 1も入ってくるっていう m 1 0 d っていうのはもうでにあるんですよね幻のカメラと言われていてもう日本国内でもほとんど出てこないですよねマップカメラも出てきてもすっごい高値ついてたり一瞬で速乾したりとかそんな感じだと思うんで僕はちょっとねもう今や m 1 1エコノミーでエコシステムか <laughs> ごめんなんかだ,めだな。 M11 のこのグループでねあのバッテリーが共通だったり6000万ガスだったり USB-C 充電ができたりとかこの辺で生きておりますからうんやっぱ M11 がいいんですよまあフリーズするなんだとかありますけどいいんですよ M11 がでその中で背面ニターが見えないっていうね最高っすよねなので楽しみだなと思っておりますがもうライカさん僕どこまで 買いいい続けるんだろううなとは最近思いますよね本当そういった意味で,はでもまあここまで生きてきたこんな感じで生きてきたのでやっぱね皆様にもやっぱりね支えられているのもやっぱりもちろん「散財キング」たちがいるわけですけどあの王様のドリキン」さんとか瀬戸康史さんやカズ、えー、さんいるわけですけどまあ僕もちょっとアリューとしてねカメラ界の散財ではないんですけども あのカメラ界の何か欲しがり王になるっていうか <laughs> しお試し王になるというかなんで人柱王といいますか皆様のためではなくもう自分の興味のためにとにかく、えー、興味があるものは全部買う,全部買うっていうそして紹介するっていうなのでその代わり興味があるものしか買ったり紹介したりしないので非常にバイアスがかかっていると言いますか皆様の期待には全然応えられていない だんだんとチャンネル運営になる可能性はあるんですけれどもちょっと一つご愛顧いただけたら嬉しく思っておりますのでライカさんにはいつも踊らされている西田渡るでございますっていうとことで今日もスカイからお過ごさい西田渡るでしたどうも